はい、今回はですね、アコギで弾こうスライドギターオープン G 編ですね。オープン G で、聖者の行進っていうね、有名な曲を弾いてみたいと思います。まあ、イントロもね、ちょっとブルージーなものをつけてアレンジしてみましたので、まずは聴いてみてください。はい、こんな感じになりますね。まずは16ビートでドッチャッタララパッパッパカパッドッタッタララダッタダッタダッってね、この2つのリズムでいきます。ゆっくり説明していくと、まずはベースでアップ、ここで1トーっていう風にね、まあ、まずは8分音符っぽく8ビートっぽく1トーとなります。そしたら2拍目から16ビート、2弦の1フレットと1弦の2フレットを押さえてね、こういう風にストラミングっぽくですね、低音源を少しミュート気味に、ミュートっていうかミュートしてですね、それでダダダっていう風に、デコピンの要領で手首を使わずにね、こういう感じの、ストロークじゃなくストラミングで持っていきます。はい、そしたらこの今人差し指中指をキープして薬指を1弦3フレットに足してください。そしたらダウンダウンになります。タッ、まあ、3とですね、薬指離してまた C と2拍目と全く同じダウンアップダウンになりますね。人差し指中指キープしていれば薬指を足して離すだけの動きで OK です。1と2と3と C となります。で、2小節目は1と2と2拍目までは全く一緒、1と2とタッタラッタタッね、ビートが少し変わります。また薬指を1弦の3フレットに足すのは同じです。そして、タッタタッタッタですね、タッ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 タになります。ダウンダウンアップの時に、薬指を離してください。タッタッタッ、ここで離してウッタッタになります。空振り1個入れてアップダウンになります。ダッチャジャジャジャタッ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 です。はい、でこれを繰り返して、ね、もう一回ですね、1トーン前半はそのままダウンダウンダダダ、後半は1トーン2トーンタッ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 になります。じゃあ次 D コードいきますね。リズムです。ドンタンダダダですね、少しギャロピングっぽい、親指の動きになりますけども、まずは5弦の7フレット、ここを親指、そしたら中指ね、1弦から書き上げちゃってください。1トーンになります。そして4弦からのベースにしてドタタンですね、中指の動きは一緒、1弦から書き上げ、それで4弦ベース書き上げ3弦ベース、そしてドタタン、ね、これでドタタンっていうビートを作るわけです。ドタドタタン、これでビート感を出したら、あとは単音でテルテル、はい、単音なので、こうね、2弦をちゃんと親指置いてミュートしながら、まず1弦を7フレットから5フレット下げる。そしたら2弦で戻ってきますので、この上下の弦を挟んで、で3弦と7フレット、はい、このモチーフで C もいきます。 C というのはまあ5フレットですね。で同じように5弦ベースアップ、そしたら4弦アップ3弦ですね。そして1弦からペッペッペッ、ここはもう8分音符ですね。1弦5フレット、1弦3フレット、2弦3フレット、3弦3フレット、そしたらまた、最初のリフ、オープニングのリフをもう一回ババ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 バ
本来の A メロに入るためにっていうのをつけます。この D コードの半音上のね E フラット、ここに一旦いきます。8フレットですね。で完全なギャロッピングの動きです。5弦4弦5弦4弦のベース、これを刻みながら1と、あ、ごめんなさい、1と2、1とですね、1とで、4弦とこのね1弦からの書き上げを一緒にします。1と、そしたら、また5弦の後2、今度はタタタンのリズム、タタタン、そしたらそれを7フレットにずらしてドッパン、3とで、ね、後半をハーモニクスにすれば OK です。タンタンタタタンドッパンっていうようなイメージですね。はい、これがイントロになります。じゃあね、イントロ一回ゆっくりとしますね。そしたらここからですね、正常の更新 あのメロディーを弾いていくわけです。まあ、基本的にはこの、5弦4弦のギャロッピングの上にメロディーを乗せる形になります。まずは1拍目の裏、ここに2弦の8フレット、そしたら次の3拍目のベースの上に、この12フレ2弦12フレットで、4拍目に1弦10フレット、そして次に1拍目にこのね1弦の12フレットに行くわけです。で3拍目の裏に3と4で、少しリズムリックというかメインのメロディーではないんですけども、少しリズムをねつけるようなリズムに勢いを増すような、裏拍を1個入れています。これがメインのメロディーになります。これをもう一回になりますね。1と2と3と4と1と2と3と4になります。はい、有名なところですね。ステューティッピーステューティッピーになります。こんな感じなのでね、バーの先端が4弦のベースに触れてしまわないようにだけ注意してくださいね。ベース弾いた時にね、バーがこの4弦に触れるとガシャッとね、余計なノイズが出てしまいますので、バーの先端は4弦には触れないように、はい、こんな感じになります。が今ね何弦に入ってしまいましたが、イントロのどっちゃっちゲでが比べるとダッダッダッというね倍のテンポになってますね。倍のテンポで楽譜が書いてあるので注意してくださいね。元のテンポで弾くとすごい1と2と3と4とみたいなね、すごい遅くなってしまいますので、ここから倍のテンポね、さっきが1と2とだったら今度は1、2、3、4、1、2、3、4のビートで入ってます。そしたら、次1と2と3と4とまで同じ、その後が変わります。1拍目に1弦の12フレットね、そしたら次2弦の12フレット、そしたらまた2弦の8に戻れます。ね、D コードに行く前がポイントになりますかね。1、2、3と4、はい、2弦の8フレット、これ1拍目に弾いて、次3拍目の裏にまた2弦の8フレット弾いたら、すかさず、1弦の9フレットにずれます。この時にね、この8の音を残さないようにバーを傾けないで、横から見ましょうか。ここでパッと傾けてね、2弦を消してるんですね。わかりますかね、ミュートあったらわかんないか、バーの動き自体はこういう風になってるわけですね。はい、この8から9に行く時に
パンと傾けて、二弦の音を消しているっていうのがポイントになりますので、そこ注意してください。Dコードはもう7フレット押さえてれば OK です。ベースは、ま、あの5弦4弦でこう変わりません。で、1拍目に書き上げて1と3と4ね、はい、その後があります。1、2、3と41と、ね、はい、ここは盛り上がるところですので、ね、3と4なのに1拍目はこうね、2、3本こう弦を弾いちゃっていいです。親指でベースとして弾いてドーン、そしたら2拍目に8に戻ってきます。それを4拍目に7フレット戻します。ドーン、ベースを4弦にして2拍3拍目、4拍目にベースを5弦からにしてドーン、また7フレット戻ります。そしたら G のコード、ね、G のコードになりますので、今度は、メロディーだけになってベースは開放での、5弦4弦に戻ります。こんな感じのフレーズ、こう言ってみますね。1弦の5フレットにドア玉で1拍目でこれスライドアップしてきて、2とで3弦を軽く返します。これはねゴーストノートなんであまりしっかり入れなくていいです。1と2と3となります。1と2と次はポイントですね。3と4とです。3拍目の裏を弾きます。そしたら4拍目ベースに合わせて4にずらして5に戻しますというね、弾くのは3拍目の裏までです。あとはベースを弾いてこうスライドで合わせていきます。なります。うったらら、そしたら9フレット、1拍目に9フレットで3拍目に12フレット、そしてコード弾く都合でメロディーを、1オクターブ下げました。ちょっとロック的なリフを、ね、入れますね。ベースは5弦4弦なんですが、まず7フレット2拍目で5フレット C の1に戻りますね。まあ、本当はだから C でこの、ね、D のベースを弾くのはいけないんですけども、まあ、一瞬なんでごめんなさいみたいな感じですね。メロディー印でこう1拍目は、7フレットへ、そして2拍目で5フレット戻って、ベースは4弦で、メロディーはずっと3弦ですね。5フレット、そして3と4になります。そしてもう1回、1と2、同じドタタ、ドタタって2回続くわけですね。3と4、1と2、このね、3フレットでスライドアップしたら最後は開放になります。4弦ベースで3弦メロディーですね。はい、この D の打つのね、かっこいいですね。ここがちょっとロックテイストを出しています。ね、この5弦と3弦はオクターブですのでね、そのオクターブでこの3フレットを持っていく。そして開放で、開放4拍目に入れたら、最後に12フレットってメロディーが入りますね。D に繋げます。はい、こんな感じで最後の締めのフレーズになります。12フレット1拍目2と3、こうね、1と2と3、2拍目の裏から8フレットで3拍目に9フレットにたどり着くように、これは一瞬ブルーノートを入れてメロディーを飾ってますね。1と2と3、3拍目のベースなんで、この9にたどり着いた時にベース5弦入ってください。でその裏にこの、1弦5フレットに行きます。1と2と3の後に裏拍でルート行って4拍目のベースを弾きます。そしたら D コードなので7フレット行きますね。1と2、5弦から入って2弦からアップします。1と2拍目4弦のベースで5弦ベース、最後は4弦と1弦をドーンと繰り返して落とした勢いからもう一回上がってくるようなイメージで G に入ります。はい、これが最後の G のフレーズですね。1、2、3とでこの4弦を人差し指でメロディーとして弾いてしまいますね。1、2、3と C ですね。
そしたら、次の拍は、ドッテドッテなんですが、3弦とまず5弦を一緒に弾いて1拍目。そしたら次4弦と5弦、4弦と3弦を一緒に弾くとこね、ここをハーモニクスにしますね。まあ、5フレットのハーモニクスなので2オクターブ上がる感じですね。1、2、3、5、4、1、2でハーモニクス出したら、3拍目ベースの後に3弦を入れて4弦のベースを弾いて、最後、エンディングのね、頭であるこのルートの音、5弦の開放を弾きます。で最後エンディング入ってきますね。1、2、3、4、はい、これがね、メロディーの最後のところの弾き方になりますね。ではこのメインメロディーちょっとねゆっくりいってみましょう。ベース終わるわけです、5弦の開放のベースと終わって1弦の、12フレット10フレット、これを親指でねちゃんと2弦からミュートしといて入ります。さあ次2弦に移りますので上下挟んで10、12、11、12、これをダイアイ10、12、11、12ですね。で3弦の12で押さえます。またね、この4弦の2フレットを人差し指でこれねバーを使わず押さえて弾いた後に今度はバーでこれセットにしますね。3弦の3フレットいって解放、その後に7、5、3、4、0、0、3弦の解放から裏拍で、5弦のベース入りますよ。最後はルート、1弦の5で終わってます。デリトとまで来たらという感じになりますね。はい、7、5、3、4、0、裏拍ベースがポイントですね。はい、これがエンディングです。ロスまあ、楽譜はデドドーンになってますが、3連符でデドドーンでも構いません。はい、まあ、エンディングはねここねあのぴったりしたリズムで弾かなくても OK です。ルバートっていうかフリーテンポで、楽な感じで最後ゆったり終わってくれればいいかと思います。はい、以上がね、この聖者の行進の弾き方でしたが、最後にねゆっくり、またリズムに合わせていってみましょう。 1、2、3、4、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 
とし、人にとさとし、人にとさとし、人にさとし、人にさとし、えらく。という感じありますね。はい、まあイントロの雰囲気からテンポを倍にして聖者の更新、そして最後ブルースで終わるっていうね、この展開です。なかなかねオープン G の良さをいろいろこう試せるかと思いますので、ぜひ楽しんで弾いていただければと思います。それでは聖者の更新終了いたします。